ほう、でかいな。すごいですよね、これ。さっき釣ったばかりなんですよ。そうなんだ。もしかしてお前が釣ったのか。まさか。釣ったのはあの人ですよ、伊沢さん。今日も大量ですね。まあ、久々にええのがたくさん釣れたけ、このまま刺身でもして一杯どうね。いいですね、準備しますよ。あんたは。通りすがりだ、気にしないでくれ。立派な魚だったんでな、つい見とれてしまった。嬉しいことを言ってくれるんじゃの。そうじゃ、あんたも一緒にどうね。こいつで一杯。俺も。だが遠慮すんなって。今日は大量だったけん、こんなでかいのわしらだけじゃ食いきれんけん。そうですよ、せっかくですから一緒に食べてってください。そうか、じゃあ甘えさせてもらおうか。よっしゃ、じゃあ宴会の準備じゃ。準備。ふう、食ったの。美味しかったですね。すまないな、俺までご馳走してもらって。なーに、気にせんでくれ。わしも新入りさんといろいろ話せて楽しかったけん。ああ、わしは漁師の伊沢を言うんよ。よろしくの。私は魚屋の天野って言います。伊沢さんの魚を売っているんです。桐生だ。俺もここに来てから日が浅くてな、いろいろと話せて楽しかった。桐生さん、もしよかったら今度一緒に寮に連れてってやるけん。本当か。おお、桐生さんええがたいしちょるけん、多分寮とかうまいと思うけんがの。楽しみにしている。おお、じゃあまたええの連れたら一緒に食おうや。桐生さん、わしらはこの辺にようおるけん、また声かけてくれや。ああ、新鮮でうまい魚だったな。漁の約束も楽しみだ。また顔を出そう。あれは漁師の伊沢さんじゃねえか。おい伊沢さん、どうしたんだ。ちょっと寮でヘマしての。すまん、医者を呼んできてくれるか。わかった。いや悪いの、桐生さんがいてくれて助かったよ。大丈夫なのか。まあ幸い大事には至らんかったけん。じゃがしばらくは漁はできんかもの。そうか。伊沢さん、怪我したって大丈夫ですか。もしかしてまたあいつにやられたんじゃ。まあの、あいつ。ああ、まあこっちの話よ、気にせんでええけん。しかし困ったの、しばらく漁はできそうにないけ。わしは構わんけど、このままじゃ天野に魚をおろせんようになるがの。仕方ないですよ、うちも伊沢さんがいない間は休業するしかないですね。そういうわけにはいけんじゃろ。あんたんとこおふくろさんまだ病気治ってないじゃろ。入院費稼がにゃならんて言うとったじゃろうが。そりゃそうですけど。誰か他の漁師から仕入れたりとかはできねえのか。実は私最近この仕事を始めた新米で、漁師さんたちからあまり信頼されてないんです。だから誰も魚を預けてくれなくて、私に預けてくれるのは唯一伊沢さんだけなんです。この辺の漁師は頭の固いやつが多いけ、若い連中には冷たいんよ。それに嫌気がさして若いもんみんな東京に出るけん、
漁師で残ってるのは老いぼればっかりよ。そうなのか。でも天野はこう見えて情熱持ってやっちょるけん、わしはそこで判断してこいつに預けとるんよ。じゃが困ったの。そうですね。ん？ほうじゃ。ん？なあ桐生さんよ、あんたこの前漁をやってみたい言うちょったの。ん？ああ。もしよかったらわしの代わりに漁をしてくれんね。俺が？ああ、もちろんやり方は教えるけ。そんな、免許も経験もないのに無理だろ。この辺りならわしが付き添うちょったら素潜り漁なら免許もなくできるけ。それに細かい許可とかはわしの方で取れるけん心配はいらんけん。しかし、なあにそんなに深く考えさんな。別にわしと同じ働きを求めちゃおらんけん、気軽に遊び気分でも構わんけん。もちろん釣った魚を天野に売った報酬は桐生さんがもらって構わんけん。漁師体験もできるし金も稼げる、一石二鳥じゃ。ええと思わんか。桐生さん頼む。少しでも天野に商品を渡してやりたい、それだけなんよ。病気で入院してるこいつのおふくろさんのためにもの。伊沢さん。わかった。ほんまか。ああ、だが漁なんてやったことがないからな、期待に応えられるかどうかはわからんぞ。桐生さん、ありがとね。ありがとうございます。本当にいいんですか？結構無理難題ですけど。この前俺にうまい魚を食わせてくれただろう。その恩返しみたいなもんだ。桐生さん、ありがとうございます。よし、じゃあ善は急げじゃ。寮に行く準備ができたらわしに声をかけてくれんさい。わかった。おう桐生さん、早速寮に出るん。よっしゃ、じゃあ船を出すけ。
ぜ。大量だな。どうじゃった？初めての寮の感想は。難しいな。だがなかなか奥深い。初めてでこんだけやれりゃ上出来よ。キリアさん、やっぱりセンスあるの。褒めても何も出ないぜ。キリュウさん、今回の寮の報酬です。初めてだし、ちょっと色をつけておきました。こんな感じで漁の結果に応じて毎回収入を得られるってわけよ。魚を取れば取るほど金になるけ、ガンガン取ってみんさい。ああ、あと今回潜った場所で十分漁ができるようになったら、他の場所にも船を出していこうと思うけ。ちょっと漁は難しくなるが、その分価値のある魚も増えるけ。まあ頑張ってくれや。わかった。それじゃこれからしばらくの間よろしくの、キリュウさん。おう、まさか俺が漁をすることになるとはな。人生わからねえもんだぜ。